はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕もお世話になっておりました、沖縄のね、以前夢を語れ沖縄っていうお店をやったオーナーさんのね、ダンさんが新たにこの早稲田の近くにですねお店をオープンいたしました。店名の方がですね、ライフイズベター夢を語れという、新たなね夢を語れという名称のついた店名で、以前とね同じくいわゆる二郎系のラーメン屋さんがオープンしました。でちょっとね初めて今日来るんですけど、これお任せでね今日注文させていただいたら食券がやばいことになってるんですわ。オーナーのねダンさんにお任せしておりますので、メニューがね到着するまでもう少々お待ちしたいと思います。ということで、ただいまですね、やっぱり2杯ラーメン到着いたしました。これね、ちょっと食べながらメニューの方説明させていただきたいと思いますので、早速ね、こちらのラーメンもいただきます。こちら1杯目いただきますのが、ラーメンにも全増し、麺も増してあるし、豚も増してあるという、一番パンチのある量のトッピングでございますね。いつも通りね、ちょっとスープ行きたいんですけど、具材がいっぱいすぎるんで、ちょっとね、上の具材から食べ進めていきましょう。ね、この野菜にかかってるこの豚かす油、やばいですね。よいしょ。うめ。はい、夢入ります。お願いします。この野菜がねシャキシャキ感が残ってるんだけど、この味付けの豚かす油が染み込んでて、野菜だけで十分にうまいです。で続いてこの豚ですよ。あーこの豚やばいね。いってらっしゃい。あ豚うまっ。めちゃくちゃうまい。うまっ上澄み油にもしっかりこう出汁が入ってるというか、めっちゃこのスープうまいんだけど。ああこれ麺いっちゃおういよ。あ麺うまい。このね、麺見えるかな、表面がギザギザしてる、いわゆる逆切りの麺になってて、これがね、めちゃくちゃスープをしっかり持ち上げてくれて、スープと麺の相性がいいっすね。あ、うまっ。沖縄のお店はね、自家製麺だったんですけど、なんとなく店舗の広さとかの都合上、麺はね、今回仕入れてはいます。ただ、このスープの相性とバッチリいいんですよ。でもちもち麺がしっかりとスープしてて、この相性の良さがやばいかも。ただ結構ね、お店がちっちゃめではあるんで、これ夏場になると店内ものすごい暑いです。なので皆さんね、食べに来るときはタオル持参をお勧めいたしますね僕もね、ずっと汗が止まんない。やっぱね、二郎系も家系もそうなんだけど、がっしりしてるラーメンじゃない。でもやっぱりこうやって出汁感がしっかり染みてると重く感じないのよ。不思議ともううまいだけになって夢中で食べちゃうラーメンなんだよね。
ですね。茶山の台で野菜を。いや、俺もそんなに野菜を。ということで、ただいまね、こちら1杯目にいただきましたラーメンの全増し完食でございます。続いてね、こちら2杯目も行ってしまいましょう。2杯目いただきましたのもラーメンなんですが、野菜抜きにこれチーズとかから増しのトッピングが入っております。通常のね、ラーメンももちろんものすごく絶品なんですけど、このね、注文方法によってめちゃくちゃパワーが上がるんですよ。数倍力強くなるんで、まあ、ちょっとね、普通のラーメン食べたお客様は2回目3回目とこのね、から増しのチーズ増しで野菜抜き試してください。沖縄の時でもね、同じメニューをいただいて、これがめちゃくちゃうまかったんで、これも絶対うまいと思います。はい、ありがとうございます。温まってますね。気をつけていってらっしゃい。あ、うまいうん、同じラーメン今2杯目だけど、ほんと別メニュー食ってるかのような感じで、全く飽きが来ないんだよね。油出しましたね。うん、油が、これ今別皿で油をいただきました。特殊な作り方をしてるらしいので、これ油だけで1回いただきますね。あ、本当だ。単体で食べるとめちゃくちゃ生姜っすね。すごい。結構ね、油なんだけど生姜の風味が強くて、重いは重いんだけど、どこかね、後味がさっぱりとしてるというか、うめえなこの油。うん。油増すとまたうめえわ。ごめん、伝えたところなかった。ちょっと今ちらっとお話を聞いたところ、オープン後に関してはやっぱりこうさっぱりめの非乳化によったようなスープになるんですけど、僕がね、今日来てる2時15分ぐらいかな、ラストぐらいの時間になってくると少しずつね、乳化も始まってスープ自体にもパンチが出てくるんで、これはね、ちょっとお好みで来店する時間を合わせてもらって、好きなね、味のスープをちょっとね、皆さんも見つけてほしいですね。でもやっぱりこの出汁感があってさらっと食えるからか、2杯とも麺増しだけどさ、見てよこれ、もうほぼないからね。撮影時間20分程度で麺増し2杯食べてますよ。うまい。すごいうまい。どの汁を食べてもなんか違う。うんうん。なんか違うんだよな。いや、マジでうまかった。嬉しい。めちゃめちゃうまかったです。よかった。気に入ってもらえて。うわ。大丈夫、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に好みとしてはもう沖縄のもう 1.5 倍ぐらいは好みのラーメンになってますね。沖縄のラーメンの時どっちかというとその結構もっと醤油が先行してたというか、すごく今回のラーメンはあの出汁と醤油と肉とすごくこうバランスが良くて、いやー満足感がすごいですねこれ。まあ、量も食べてるんですけど、まあ、それこそ1杯目食べて食べ終わった後も、まあ、麺増しはしてますけど、普通に400ちょいとか300、400よりも食べたなっていう気はするんで、いやまあちょっとね、なかなか僕もあのオープン前に並んでたので、学生さんがね多いので、もしかしたらその大人の方とかはちょっと気が引いちゃう場合もあると思うんですけど、もう全然気兼ねなく食べてもらって最高にうまいラーメンが食べれるんで、ぜひあの動画見てくださる皆様もダンサーのねラーメンもう絶対食べてほしいですね。都内来るんだったらもうここ一択ぐらいのレベルで僕は美味しいと思いますんで、もうぜひね二郎系都内で食べたいなと思った方はね、まあ、ライフイズベター、夢を語れさんでね美味しいラーメン、まあカスタムもねいろいろできますんで、自分好みにカスタマイズしてもらって、このね美味しいラーメン食べてみてください。ということで
で本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあねー。わー、惜しかった。嬉しい。